皆さんこんばんは。今日はね、8月の新ツムについて話していこうと思います。先ほどね、 LINE ライブの方で新ツムの発表がありまして、ちょっとね見てたんですけど、それでクイーンのツムが3体新ツムで出るということで、その考察をしていきます。まああと数時間後には出るんですけど、まあ思ったことね話していこうと思います。で、3体いまして、フレディ・マーキュリーとブライアン・メイとロジャー・テイラーという3体のツムが出て、もうスキルの方も分かっていて、フレディ・マーキュリーが、なんだっけな、この3体ともね、なんか音ゲーみたいな感じで、なんか上から降ってくるのをタップするとなんか効果が良くなるよっていう、まあタイミングを押すと効果が良くなるみたいで、まあ全部それが含まれています。で、まあ、フレディの方がクイーンのツムは周りも消す。なんか変化系みたいな感じかな。バースデーアナが一番近いかな。他の、クイーンのツムもが出てきて、それと一緒につなげることができて、周りも消すよっていうスキルになってます。で、あとはブライアンが斜めライン上。結構消去範囲が広いですね。で、あとロージャーが、縦ライン上にツムを消す特別なボムが出るよっていう、まあロージャーは割と新しめかな。どっちかっていうと、まあ特殊ボムだから、そうか、新しいねになっています。で、正直ね、ブライアンとロージャーの方はその新ツムのプレイ動画じゃないな、スキル紹介動画しか出てなかったので、ちょっとなんとも言えないです。まあパッと見、そのスキル紹介の動画だと35消去、ブライアンが斜めラインで35消去消していて、得点がね26万くらいなので、まあ普通の消去系かなという感じです。コイン数がどれくらい入ってるかちょっとよくわかんないんですけど、まあ特に変わり映えのないスキルです。で、もう一個ロジャーが縦ライン上を消すボムなんですけど、こちらもね、そんな変わんないかな。まあ消去数が多いから割とスキルがポンポン使えるのかなといった感想しかないです。まあ実際にやってみないとわかんないです、ここら辺は。で、フレディだけはそのラインライブ出てる方がプレイした動画があったのでちょっと見てみたんですけど、あとまあスキル紹介の動画見ると、スキル紹介の動画だとね、42チェーン消してね、得点がね99万点入ってます。これね、かなり大きいですね。普通42消去とか消しても、多くて30万とか、スコアボム巻き込んでやっと80万とか、あのヨーダとかがなんですけど、これはスコアボムも巻き込まずに約100万入ってるので、点数はかなり出しやすい方だと思います。もしかしたらスキルレベルによってその点数の上がり方が違うのかもしれませんけど、これはかなり点数が出る方だと思います。ただタイムボムが狙えないかも。周りを消しちゃうので、ちょっと結構広範囲なので、もうがっつり大ロングで点数を稼いでいくツムなのかなという感じです。まあ頑張って3000万とかじゃないかなという予想ですね、僕の中では。これも前使ってみないと分かんない。で、もう一つ気になったのがその後のねプレイ動画なんですけど、そちらの方はねコイン数も見れて、32チェーン消した時にコイン数がちょっと多く出てるんですよ。なんかコインの入り方違うなと思って、あの演出エフェクトっていうか、ジャラジャラって出るところが違うっていうか、いつもより多いスクルージみたいな感じで、あの他の消去系のツムで32チェーン消すと222コイン入るんですよ。基本はあのマイナス補正とかプラス補正全くなしの状態だと222コインが入るんですけど、このツムでやるとね、だい
たい300ちょっと、ごめんなさい数字忘れちゃった、計算しよう、あ、合ってたね、309コイン入ってます。なので100コインくらい多く入ってるので、まあもしかしたらオーロラ姫のフィリップ王子みたいな感じ、あのオーロラ姫から出てくるフィリップ王子がコインを多く出してくれるので、多分それと同じような仕様が入ってるんじゃないかと思われます。まあ一応コインが稼げそうな感じはするんですけれど、まあ演出、そのスキルの演出がちょっと長いので、そのタップする関係で、で、まあ、ワンプレイのコイン数は言ってもちょっと効率的には良くないかなというのが個人的な意見です。行くとしたらどれくらい行くのかちょっと何とも言えないけど、まあスキルはね、見た感じあんまり多く使えなさそう。まあ多く消しても結局フレディがあんまり消えてないので、そんなスキルをポンポン使えるような感じではなかったので、思ったよりもいかないのかなと思います。はい、ということで、まあ簡単な考察でしたけど、どうなのかな、まあ実際に使ってみてね、使ってみての評価もね、この後していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。とりあえずまとめると、まあ、ブライアンは消去数がそこそこ多い、多い、よし、ロジャーはなんかボムがたくさん、消去量は多い、コインは分かんない、でフレディは点数がえぐい、でコインもそこそこ入ってくるのかなといった感じですね。はい、では今日はこれで終わり。よろしければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いいたします。ではバイバイ。